って係が離れました。スタートしました。バラつきました。若干4番ブレイディベイゴ遅れましたが馬群に取り付きます。さあまず向こう正面先行争いは外から13番ニクソンテソーロ出るか、12番の湘南ダグラス、ピンクの帽子2頭を並んで出ていきました。2馬身差11番プロトカルチャー3番手で、そのうち10番のスペンサーバローズ4番手です。1馬身半差9番ロードプレイヤー前から5頭目、その後体半分インコース5番のアリダンジェロ、さらに内4番のブレイディベイ、ちょうど中段です。外から8番のサロンドブラック並んでいきました。外回りコースへ出ていきました。その後ろに4番ブレイディベイグになりました。今中段の後ろポツンと行く形。6番のカナデルアイがその後に続いて2番のショートストップ、最内から3番西野レブナント押し上げていきました。後方は7番久慈良英、おしまいから2投目、3コーナー 1000m 切って3馬身がいて1番ロジドレフォン最後方です。3、4コーナー中間地点に向かいます。内わずかに12番湘南ダグラス、外体半分13番ニクソンテソーロ、先頭2番手ピタリと並んできました。800を切ります。2馬身がいて11番プロトカルチャー3番手、その後は1馬身半差、11番のプロトカルチャーの後ろ。第4コーナーカーブを回って直線に向かいました。インコース5番のアリダンジェロが入って、さらに内は10番のスペンサーバローズ横に広がってきました。そして外は9番ロードプレイヤー、大外に4番ブレイディベイグは持ち出しています。さあ残り 500m の攻防、先頭12番の湘南ダグラス馬場の4分どころ、そのうちから11番のプロトカルチャー並んでいく、外は9番ロードプレイヤー、1番外4番ブレイディベイグ、4頭広がっての争い、今度は9番ロードプレイヤーと4番ブレイディベイグ、この2頭の争いで残り150、2馬身3馬身11番プロトカルチャー3番手前2頭外4番ブレイディベイグ、9番ロードプレイヤー全くない。